バネアシジャックバネアシジャックは、キリサキ、ジャックが出現する数十年前に出現した都市伝説である。キリサキジャックに並ぶ、もう一人の、ジャックである。キリサキジャックと、同じく、史実の事件が元になって生まれた都市伝説的存在であるが、こちらはより幻想的な存在である。この、バネアシジャックと呼ばれる男の正体は、今もなお存在が確認されていないが、 数少ない証言によると、銀色の衣装に身を包み、消防士と偽り、出てきた相手に炎を吹きかけたり、ナイフで刺したりして逃走したという。また、連続する、バネ足、ジャックの事件現場に駆けつけた警官は、バネ足ジャックが数メートルの高さの壁をいとも簡単に飛び越えたらしい、と証言した。ビクトリア朝末期という時代には、このような快楽的犯行を行う者がおり、 この男こそバネアシジャックではないかとも言われている。そしてその年を含む数年間はこのような事件が多発していた。1830年代に悪魔のようなマントをまとった人物が宙に舞い上がったと報告が相次ぎ、公式記録としては1838年1月に30名もの住人がショック死し、7名の婦女子が誘拐されたという。 住人たちの訴えをロンドン市長、サージョン公安が・コーワンが市長公邸で読み上げた時の議事録が発。1843年には次第にロンドン以外にも出没し、1845年に目撃された現場には12歳の少女の顔と髪を焼かれた死体が残されていた。それから27年ほど目撃情報は途絶え、1877年に 英陸軍キャンプの保証が襲われ、1870年代には軍が逮捕を試みたが、異常なジャンプ力を見たり氷のような手で叩かれて、兵士がパニックとなり失敗している。林間では住人が発砲したが逃げられている。1904年リバブールで歩道から屋根を上り下りして、住人たちから逃走したのが最後の目撃情報。第二次世界大戦中にチェコスロバキアで、 ナチスドイツと戦っていた怪人ペラとの類似を指摘する説もある。バネアシ・ジャックは快楽殺人をしようとした説もある。事実、猟奇的な事件がバネアシ・ジャックを皮切りに多数そのような事件が発生したからだ。だが、実際の伝説を総合すると、強姦されたと主張する少女一人以外、人を驚かせる以上の悪さはしていない。 バネアシージャックとよく似た特徴を持つアイルランド貴族のウォーターフォード公爵が正体ではないかという説もあるが公爵の死後もバネアシージャックはロンドンで目撃されているため複数人説もある。ありがとうございます。